さあポケモンユナイトやっていきましょう。まず第一戦目なんですが、多分ボットになってます。マッチングがなんかおかしかったのか、はい。なんで、むしろマリルリを意気揚々と使わせていただきます。というわけでボット戦使ってマリルリの解説と参りましょう。まあ何と言いますか、通常攻撃でボコボコに言わすキャラみたいですよ。言わすぜ言わすぜ、なんかいっぱいいるな。おらおらおら、どすこい。なんか人数配分ミスってないか。これはボット戦あるあるだな。ちょっとこっち人数が多すぎるので下行くか。よしよしよし、いいよいいよ、そっちげそっちげ。でまあマリルちゃんの通常攻撃はシンプルな感じですね。非常に普通です。おっと、そっちを狩らずに残してくれているのだね、優しいね。そして泡よすこい。できればとっととノックアウトしたいですが、なんかボット戦も多少強くなっているのかやりづらいところもありそうなんで、進化はレベル4じゃないんですね。一応あの練習場で軽く触ってはきたんですけど、おっとっと、走って走って、お前逃がさんぜ逃がさんぜ、おれ泡泡泡、おれおれおれ、体当たり、おれオッケー、あわわわわ、密着で当てると結構な火力出るね。おれ逃げるな、届かなかった、やばい、焼けちゃう、やめて、ボットにやられたく。ナイスルカリオ、対人戦やってるみたいなナイスフォローだったぜ今のは。もう惚れちまうよ。よし、ほら、多分レベル5で来ましたね進化。では今回はアクアテールを選びましょう。アクアテールは選択してから通常攻撃が変化してお相手のシールドを貫通するらしいですよ。ただ残念ながらゴルサポの挙動を止めることはできないっていう、なんでっていう性能をしているらしいです。不具合かもしんねえんだけど。なのでじゃあこのガード貫通らしきその強みっていうのはどこら辺にあるんですかと言われると頭抱えちまうな。うん、ですがなんか美しくアクアテールみたいな感じでなんかちょっと気持ちいいかもしれない。よし、とりあえずいっぱいファームして、うん、とにかくなんか通常攻撃が変化するっていう技が多いのがこいつの特徴なんですかね。うれ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 、やばい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 、助けて助けて助けて、すごい勢いすごい勢い来てるつうかさつうかさ、なんで僕ばっか狙わないで、くっそー、うれ。でもなんかすごい回復するな。アクアテールにそういう効果があるのかね。うれ、オッケー。じゃあじゃれつくいきましょう。じゃれつくは通常攻撃を再び変化させ相手の動きをちょっと止めるらしいぜ。じゃれつきます。よし、にしてもあと一歩のところでさっきから逃げられてるのがすんげえもどかしい。うれ、また邪魔が入った、やめろ、死んでしまいます、怖い怖い怖い。じゃれつくを発動中は動きがちょっと速くなるのよ。よしよしよし、テール、テール、やっぱテールに回復効果あんね。こうしてゆっくり見るとなかなかいい感じじゃないの。やばい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 、犬もこっち来てる、うれうれうれと。まあ結構地味ではあるよね見た感じ。おりゃ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 、うれうれうれからのじゃれつく、オッケーと。まあ通常攻撃で押していく感じのキャラなんですかね。変化させつつじゃれつき、おっと、うお、なんでこんなにいっぱいいるの、怖い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 。じゃれつきますわ、ふい、亀取るぜ亀取るぜ、オッケー、はポンポコポンポコ腹太鼓タイム、どすこい、おれーやったるぜこら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 、待ってこら、腹叩いたぜ今。ユナイト技は腹を叩きます。まあ力持ちマリルにですな、怖いね。シュートぶち込んで、テール、テール、じゃれつく、じゃれついてる間はお相手をスタン状態にするので結構いい感じに、忙しいキャラだねこうしてみると。
お、うい、うい、うい。にしても、多分ね、ファームじゃないわ。中央ルートの餌がちょっともったいない感じしますね。最初は一気にファームした方が、ボット戦は制しやすいのかな？ボット戦のイロハっていうのはあまり知らないんでな。普通に下をリチギリ守ってたけど。よし。つうか、ポンポコ腹太鼓のクールタイム短くね？おら、どすこいどすこい！おら！舐めてんじゃねえぞ、こら！おら！おれ！おれ！じゃりつきまつー。お、お、お。ならばシュートだ。うう。よし。溜まるの早くない？あれ。うん、かなり早いですね。ユナイトをポンポン打って、どこ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 腹叩けってことでしょうか、これは。そういうことかもね。よし。じゃりつきますー。うれ、うれ、うれ。じゃれついて追いつきます。ぶん殴ります。オッケー。なるほどね。だいたい分かってきたかもしれない。やっぱり実際の動きでやると、変わってきますわよ。ね、ノー！どすこい！じゃれつきます。オッケー。このちょっとしたじゃれつきがお相手を致命傷に追い込むね。で、このアクアテール君は、ちゃんと遠距離目に当てないと威力がちょっと出ないっぽいので、その辺は厄介なところか。じゃれつくは移動速度も上げる効果があるので、その辺はうまく活用していきたいね。おっと、うわぁ、怪力のナイス、セーブ。ほら、ポンポコ腹叩いたらもうお前は終わりだぜ。おら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 。で、アクアテールで減った体力は一応回復しておくという流れになりますかね。じゃれつく。よし。敵陣で、いっぱい育成しちゃうぞ。おっと、生意気な、じゃれつく。このパワフルなウサギちゃんを舐めてもらっちゃ困り。逃げやがったぜ、あいつ。やるだけやって逃げやがったぜ。よし、て、ザリガニをしばいて体力を回復しましょう。どすっごい、おい、おい、おい。つうか回復量結構えぐくないか、これ。さっきまで結構減ってたのにな。もうほぼ、完全回復でござるよ。さーて、敵陣地を叩き割りつつ、多分ね、ファーム、かっこ敵陣をいただきましょうか。またユナイト技を打てるようになってますね。よし、うい。どすこい、どすこい。でも、じゃれつく一発一発の火力は大したことねえから、この短いクールタイムでいかに仕掛けていくか、なんですかね。わざわざ中央でやるんだな、ボットのシュートは。おっと、腹叩かせていただく。あ、じゃれつきまーす。ういっと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 。早い。おりゃ。おっと、ユナイト技を使うタイミングがよろしくないですわよ。ま、すぐ溜まるさ。で、これ意外とこっから逆転負けあるんだよな。おりゃ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 。やばいやばい、あいつ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 はやばい。お近づきになりたくないタイプ。やめろ。ここまで生きてきたのに、ここに来てやられたくは。ぬわいぬわい、回復。回復量エグすぎ。あいつ逃げる速度エグすぎ。じゃれつきまーす。さーて、上行こうか。来てますね。のんきに来てますね。ファイアローくん、ユナイト技頑張ってますね。対人みたいなことしてるな。じゃれつく、おっと、動きを止められた。やばい。うららららオッケー、やばい、許して。あー、ついにここでやられた。何やってんだ。サンダージでです。やばい、一人だけ強かったのでペナルティーがやばい。誰か中央に行ってくれ。ボットにそれを求めるのは酷なのか。もともと中央にいる敵の方が圧倒的有利だけど、行っている。素晴らしい。ファイアロー君がとんでもない動きで集合をかけている。さあどうなる。ここで私の合流は間に合うのか。さあ分からなくなってきた。カオスであるが、サンダーはどうなるのか。お祈りが始まってる。だけど今回はお相手がやられるターンなのではないか。ファイアロー君撤退するが、おっと、カビゴン君涙目敗走。ルカリオが合流する。なんとか間に合っておくれ、なんとか間に合っておくれ、なんとか間に合っておくれ。間に合え、間に合え。うれ、ふっはっふっは、いやいや、オッケー、ふぅ、失礼しました。まあ、野生ポケモンに対しても撃てるのはありがたいよね。よし。では、
ちょっと少しでも点数上げておきましょうか。時間はあるでしょうと思ったけどそんなにないな。よし、では失礼。ブリオット、これでルカリオくんのシュートが間に合うかな。というかまたもう一発ユナイト技打てそうだな。よし、じゃれつくでちょっと加速、無理やりゴルサポでシュートぶち込んでブザービート、オッケー、ぴったりという感じの練習試合でした。次は実戦でやろうか。まあやっぱ実戦でどれぐらい通用するか、そしてまずはスタンダード、そしてランクマですよね。結構な集団戦しないといけないのかな。うん、ちなみに特性みたいな通貨めちゃくちゃマークついたぜ。よし、特性ですけど、あの敵が単体であれば威力を上げるというか確定急所になるらしいです、相手が単体だったら。なんで極力は怠慢持ち込んでいきたい感じなのかなという気もしますが、実際どうなのかは分かりません。さあプクリンを選べるの、プクリンじゃないわ、まあ大体体型一緒だけど、マリルリを選べるのかどうか、みんな使いたいだろうからね。私は選ばれませんでした。さあ無事にマリルリを選ぶことができましたので、今回は存分にマリルリの力を使っていきたいと思います。一回選べなかったんですよ、エースバーンでちょっと戦ってきましたが、今回はどうなるかな。先ほどボット戦ではアクアテールとジャレツクだったかを使ったので、今回は渦潮水の波動でいきたいと思います。もうマリルリのゴリラ感が遺憾なく発揮されなさそうな技構成ではあるのですが、まあこのゲームはポケモンユナイトですよ、なんとかなるでしょう。装備品はもう無難オブ無難ですよ。うん、まだマリルリの性能がどんな感じなのか固まってない段階なんで、とにかく無駄のないものを選びました。よろしくお願いします。こちらは結構バランスがいい感じで、向こうは割とゴリラチックか、ハピナスがマリルリサポートしそうで怖いね。うん、頑張りましょう。僕は今回下ルートなんで、水の波動ってのはお相手に連鎖していく技らしいので、集団戦もほどほどに意識した方がいいのかな。まあもともとそういうゲームなんだけどさ、よろしく。ではでは泡からスタートしようか。おら行くぜ。よし、ズン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 行くぜ。全然当たってなくね。そうか、片方両方に当たっちまうと確定急所にならないんだよな、その辺は難儀。うれ、取られたか、怖い怖い。どすっごい。よし、向こうジュラルドンか、そこそこに傷を負ってるな。元気出していこうぜ。お盆は置いておきましょう。さて次どうなるかな。なんかあのヘイガニが出るタイミングで抜けがけゴール奪いとかがありそうなので、そこ気をつけたいところです。よし行くぜ。早い、この辺のキルはとても早いですね。さあ向こうの誰か来てるかな。ドスコッド、やべえか、ヒバニーが来てるけどなんか妙にレベルが足りてないね。よし、今回は上の方に合流されたようですので、一応こっちに突っといてとっとと殴って、ドスコイ、オッケー。急いで進化していいな、進化してからが本番でしょうからね。頼むよ、敵陣近いからドキドキだよね。早戻れてさ、中央誰か知らないけどよし、オッケー、渦潮準備完了。戻らねえなら俺食うぜ。もうしゃあないな、私ちょっともらうぜ。まあスタンダードですからね、その辺はあれなんで私がもらえますわ。じゃあと思ったらやっと戻ってきたか、もう遅いからちょっと食っちまったぜ。全体的なレベル差は勝敗に影響を及ぼしてしまいますので、よし、いただいたぜ。ちょっと時間がかかりすぎてたので恨まないでくれよな。ただいま。さーて敵陣は
チラッと下見。いますね。いますね。よっと。すげえな、渦潮も全部確定急所じゃねえの。やべえぜ。ほら、ほら、ほら、ほら。よし、水の波動。発射。おお、いいね。水の波動めちゃくちゃ乱反射する。面白いね。ほれ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 。結構水の波動単体もいい火力出てますよ、これ。侮れんね。よし。さあ、ポス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 言ってますが、向こうの動きとしてはどうだろうね。まだ触ってない。よっ。攻めるか？向こう結構慎重に動いてますね。ちょっと触ってみるか？引きつけてくれてる間に一気に殴り抜けてしまいたい。向こうあんまり気づいてないっぽいからな。でもなんか回復してる、超回復してる、畜生。よっ。おら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 。やべえ。まずハピを潰したい。よしよしよし。向こうはうまく流してますね、この野郎。亀に負けそうだし。あー、やべ。ほっ、ナイス、オッケー、ナイスです。危ね危ね、死ぬかと思った。本当に死ぬかと思った。危なかった。特大の戦犯になるところだったぜ。危ね危ね。よし、さーて、やっとユナイト溜まったから暴れられるんだわ、こっから。まか不思議なウサギちゃんアタック見せてやるからよ。覚悟しやがれ。ターゲットをロックオンし、する必要はなかったようだぜ。ブッケン、うずしよん、おら、そら、水の波動、水の波動、連鎖しろ。ふう、くえ、無理やりでもゴール決めてんだから、ハピ潰すか、ハピ潰すべ。いただき、オッケー、取った、水の波動、暴いよ。お前潰すぞ、これ。調子乗ってんじゃねえぞ、あれ。帰りまーす。現実に帰りまーす。よし。じゃあちょっと急いでファーム。ありがとうね、教えてくれて。責任持って私が狩るぜ。めっちゃ言われてるやん。よし。いっそげ、いっそげ。まあ、もったいないからな。くるくる、おらおらおら、おらおら、イエーイ。よーし。上でリスが暴れてんだよな。あれ止めた方がいいのかなっていう、そういう感じですよね。おら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 、待ってっころだ、待ってっころだ。おら、どうすか、待ってっころだ。腹叩いてるウサギから逃れられると思うなよ。よし。うずしよう、ただいます。おら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 、ほら、ウサギ様のお通りだぜ。波動は連鎖する。よし、完璧に潰してやったぜ。ファームいただき。さあ、向こうが今度ユナイト使ってきそうで、やーね。ほらよ、もうちょっと触っていくか。お相手に準備整えられるぐらいだったら、もうここで一気に動き始めてしまおう。なんかそっちは頼んだ感なんか出て、向こうがユナイトあそこで使ってくれてるから、これはチャンスですよ。よし、サナさんナイス、早い。水の波動連鎖しろ、水の波動連鎖しろ。なんか知らんけどすごい火力出てる。そう、水の波動がお相手の間で反射していく感じなんですよ。そう、例えばこのマップ上を今見てください。ピカチュウとマリルリに当たって、さらに私らがにも反射していく、そういう感じのムーブをするみたいでして、その調子。意外とな、ファームの敵はね、敵が散ってるから降参でございますと。圧勝でござったね。ちょっと今回まあボット戦の方が長かったんですが、まあそれぐらいには圧倒できて気持ちよかったです。渦潮もいいね、こうしてみると。はい、なんかこうしてみるとボット戦の方が歯応えがあったみたいになってしまう。うん、そういう時もある、そういう流れの時もある。よし、というわけで、今回
のマリルリ会、こういうキャラです。結構なゴリラだよね。あの腹叩いてから突っ込むユナイト技とか、リスをも逃さない感じが素晴らしかったです。はい、では、また次のユナイト動画でお会いしましょう。ありがとうございました。